皆さんこんにちは、ウェブ解析士地方 DX 委員会のマス D と申します。本日はデジタブルタウン白川セミナー Vlog と題しまして、地方 DX セミナーの裏側を旅バラエティ番組のような感じでお届けさせていただきます。こちらのウェブ解析士協会のチャンネルでは普段ウェブ解析に関する情報やセミナー動画を発信しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。地方 DX セミナー Vlog は今回で3本目の動画となりまして、普段こちらのチャンネルで投稿している動画とはかなりテイストが違うのですが、セミナーでは見られないウェブ解析士の素顔や訪れた街の魅力を紹介していけたらと思っておりますので、ぜひ楽しんでみていただけたら嬉しいです。ウェブ解析士協会がどんな団体なのかや地方 DX 委員会の活動は概要欄に記載がございますので、ご存じない方はそちらからチェックしていただけると嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今回のセミナーの舞台となる福島県の新白川駅に到着いたしましたので、早速メンバーと合流して白川の街を堪能していきたいと思います。あれ、大滝さん。あ、おはようございます。おはようございます。神谷と申します。あ、神谷さん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれ、もうどっか行くんですか。いや、今チェックインしたところ、我々西館なので。あ、終わりました。じゃあ、後ほど。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、今日もう行くとこ決まってるんですか。まあ、いつも行くとこでいい。あ、そうなんですね。門谷さん。どうもー。じゃあ、お疲れ様でした。あ、じゃあ、明日よろしくお願いします。うまい、お通しです。チュートリアルがあるんですよ。こんな感じで、うん、それはまず何ですか。焼酎です。水です。え、いやでもこれ飲んでみると水です。焼酎をそんなに入れた後それやんの。あ、でもここバーだ。ここバー、お好み焼きね。おでん始めました。あ、でもこの辺も10時までなんですね。そこなからならここかなって。バリウス。あ、バリウスあれかな、オレンジの。大丈夫ですか。YouTube です。ウェブ解析士協会。ウェブ解析士協会で入っています。あ、それです。はい。これ。これさえ。はい。じゃあ、チャンネル。ありがとうございます。バリー。それでも R だからやってる。多分私は。マキッチャーで入る。バリー。どうですか、合ってますか。英語の専門家の方ですか。日本語をお願いします。イタリア語です。マスター最高だ。最高だ。じゃあ、これで私は演奏しますんで。え、本当ですか。あ、本当に。あ、星一鉄ハイボール、はい、オリジナルのウイスキー、ウイスキーのハイボールとチェイサーですね。リアブです。リアブ、何のお酒だろう。おお。すごい美味しいです。なんかこう、コーヒーみたいな味がして、
と甘い味もして、かっこいいですね。すごい、これは置いておきたいね。そう。でも手作りの瓶です。そうです、これ手作りで、ちょっとネックのところがこう、ちょっとこう。ありがとうございます。すごい。聞き入っちゃった。はい、お願いします。ごちそうさまです。めちゃめちゃ美味しかったし、バイオリン素敵でした。いやいや、今だったら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。どうも。あ、すげえ。素敵な店がありますね。白川に。よろしくお願いします。あれ、今日はこれから何でしたっけ。ダルマランド。それが白川の白川アミューズメント施設ダルマランドに行くということで、ダルマ屋が作った入場料とかは何ですか。すごっ。白川来たら一回は行っといた方がいいとこですね。すごい。売ってないからって。あ、すごい。でも、あ、おしゃれですね。普通になんか置いときたい家に。あ、奥にもいるんだ。フクロウみたいな。白川。あ、これ白川のゆるキャラみたいな。あ、ダルライザー。あ、これ悪役なんだ。ダルマに手足があります。かわいい。先生もチャレンジ。お、3位。はい、よかったです。じゃあ、りました。ゲームしましょう。欲しかったものが。エントリーボタン。はい。あ、3分。やばい。早いっすね。あれ、でも先生イラストレーターですよね、確か。あ、終わった。終わっちゃった。あ、なんだこれ。これをやるの。あー、歩くのね。やべ。面白いな。自分の作っただるまが走る感じでね。ね、家族で来てもいいんじゃない。すごい。ありがとうございます。これってこの中に入れるとちょうど顔が出てくる。私のこんな感じで時間がない中でね、描いてるから。いや、でもなんか表情がね、ありますもんね、やっぱ。だるま神社。
はい、今日はメインヤマコトさんですね。どうぞ。あ、すいません。以上だそうですね。チャーシュー。物産展。いますね、白川。ラインかって。アマゾンプライム？ダルライザー。そうなんだ。へえ。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません。後半グッズ。あ、これは地酒。あ、白川商工会所青年部が生み出したんだ。へえ、そうなんだ。先生、あと30分で今のお気持ちは？緊張がまだ、その時の方が心配ですね。頑張ってください。すごい。だるまが見える。今まで5万人以上が実行しておりまして、法人企業の優秀なものが発行されているものとなっています。あとですね、伝えたいことによって変わります。同じワインを売り出してるんですね。作る想定が売りなのか、運営が選んだワインなのか、カジュアルに売るワインなのか。どうもすみません。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ寒くないですか？途中からえらく寒くなって、